これまとめておいてくれ。はい、わかりました。頼む。ああ、めぐり、今日残業できるか。はい、2、3時間なら。いや、今日は朝までだ。はい、わかりました。もしもし、今日はめぐりの好きな中華だよ。ごめん、今日も残業することになっちゃって。ああ、そっか。わかった。終電までには帰れそう？今日は帰りが朝になりそうなの。ごめんね。いいよいいよ、仕事だし。それよりも俺みたいに過労で体壊さないか心配だよ。大丈夫、ちゃんと仮眠も取ってるから。あなたこそ体調は？うん、すごく調子いいよ。医者の OK さえもらえたらすぐにでも職場復帰できそう。よかった。あなた、いつも家のことありがとう。感謝するのはこっち。家計を巡りに押し付けちゃって。仕事を頑張ってね。愛してるよ。私も愛してる。じゃあね。残業の多い私をいつも支えてくれる夫なのに、私は。めぐりさん、まだやっていくの？ええ、まだかかりそうで。そうなんだ、お先に。お疲れ様でした。今日の今日まで関係を終わらせることができず。おかえり。ただいま。起こしてくれればよかったのに。あ、うん。あ、ちょっと待って、ごめん。お風呂入ってないから臭いかなって。あ、そっか。じゃあシャワー浴びてきな。俺なんかちゃっちゃっと作るから。あの笑顔を裏切り続けるたび、罪悪感が私を満たしていく。今打ち合わせで使ってて、終わったら声かけます。あ、すいません、お願いします。脱いでみろ。また誰か来たら。大丈夫だ、鍵はかけてやる。そんな。いいから見せろ。
ごめんね、急に。どうしたの？ご飯できたから、こう着替えたら食べよう。うん。何してるんだろう、私。あ、めぐり、これ。今日ね、俺たちが出会ってちょうど10年だから。え、私すっかりいいのいいの、いつも残業で覚えてないと思ってたから、サプライズで喜んでもらおうと思ってありがとう、あなた。うん、じゃあ冷めないうちに食べよう。うん、本当にありがとうこんないい夫がいるのに終わりにしないと、不倫なんて。まだ仕事してんのかな。よし、もう一つサプライズするか。めぐりさん、僕先失礼します。はい、お疲れ様でした。お疲れです。ようやく邪魔者が消えたな。主任、聞いてください。もう続けられません。別れてください。どうして俺たちが1年以上も関係が続いたのか考えてみろ。お前があの旦那じゃ満足できないからだろ。でも私、毎日でもセックスしたようなお前がまた欲求不満の毎日に戻れと思ってるのか。何してんだよ。どうしてここにいるの、あなた。何してんだよ。あなた、違うの。残業じゃなかったのかよ。違うの、本当に。何がだよ。終わりだな。夫が単身赴任するようになって1年。お盆にお正月、ゴールデンウィークには帰ってくるけど、やはり寂しい。それに夫のいない間に体が崩れてはいけないと始めたヨガのせいで、今回皆様に教えていきたいと思います。ですので、最後までこの動画をご覧いただきたいので、停止ボタンは押さないでね。最後まで見て聞いてください。どうぞ。